ドリュー・ブライス・バリモアは、アメリカ合衆国の女優、映画監督、プロデューサー、実業家である、ロサンゼルス出身。父親は、イングランドとアイルランドの血を引く俳優の、ジョン・ドリュー・バリモア。母親は、ドイツ出身のマコ・イルディコを、マコ・イルディコで、第二次世界大戦のため、ドイツに逃れていたハンガリー難民であった。祖父は、ジョン・バリモア。祖母は、ドロレス・コステロ、王子は、 ライオネル・バリモア、オーバはエセル・バリモアのバリモア一族として有名なメーカーである。ドリューが生まれる前に両親は離婚した。三人のイボケージがいる。なお、2014年には腹違いの姉が亡くなった。生後11ヶ月からコマーシャルメッセージに出演している。4歳の時にアルタード・ステーツ、ミチエの挑戦で映画デビューする。1982年に E.T. で主人公エリオットの妹役で出演、その愛らしさで一躍天才子役として注目される。笑顔が可愛らしく愛嬌のある役が多いが、10代から20代の初めには全身7箇所にタトゥーを入れたバッドガールとして有名で、1995年にはプレーボーイ師でヌードにもなっている。20代半ばからは再びヒット作に恵まれ、 初めて制作葬式を手掛けた主演映画25年目のキスは全米第一初登場となる大ヒットを記録その後も次々にヒット作品に主演したまた自身の映画制作会社フラワーフィルムズを起こして制作業にも携わっている2004年2月ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた2007年4月タイムワーナー社の観光している雑誌 ピープルの Most Beautiful People 2007で第1位に選ばれた。2009年公開のローラーガールズダイアリーで映画監督デビューを果たした。同年放送のテレビ映画《グレーガーデンズ e n z 追憶の館でエディス・ボービエ・ビールを演じ《ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞》。エミー賞主演女優賞にもノミネートされた。実業家としては制作会社フラワーフィルムズを起業し、 映画、25年目のキスなどヒット作を連発した。洋服ブランド、ディアードリュー、化粧品、ブランド、フラワービューティー、ワイン、バリモアワインズの企画、販売を手掛けいずれもヒット商品となっている。2015年には、自伝、ワイルドフラワーを表した。転落と母親との確執、ET の出演で、 天才子役として長寿になった彼女だが、私生活は、すさんでいくこととなる。学校では有名子役というレッテルからいじめに遭い、学校に満足に通うことができなくなった。そのため、勉強についていけない落ちこぼれとなってしまう。結果、学校に寄りつかなくなった彼女は、人としてのマナーや常識を知らずに育つこととなる。幼い頃から夜遊びを覚えた彼女は、 9歳から飲酒や喫煙を、10歳でマリハナを、12歳の時にはコカインを使用するようになり、薬物、アルコール依存症のリハビリセンターに入所することとなった。また、14歳の時には自殺未遂の騒ぎを起こす。自堕落の原因が母親にあると判断したバリモアは、15歳の時に母親からの独立を裁判で訴え、成人として裁判所に認められる。 独立したバリモアはアルバイトをして、生計を立て、オーディションに応募する日々が続いた。また、メディアの注目を浴びるため、夜な夜なパーティーに出没しては、粗暴な振る舞いを続けたが、以前とは異なり、タバコ、アルコール、薬物等は全くやらなかった。その後母親とは、2001年の映画、ライディングイン、カーズ・ウィズ・ボーイズで10代で母親になる女性を演じたことをきっかけに、 和解している。後に父親にも虐待されていたことを告白。9歳の時に両親が離婚した後は疎遠になっていたが、2003年に父親が余命わずかであることを知って和解し、死を見取った。交際歴1994年にバーのオーナーの男性と結婚したが1ヶ月足らずで離婚。ルーク・ウィルソンと交際。2001年には、 コメディアンのトム・グリーンと結婚したが、やはり5ヶ月で離婚している。2002年頃から、アメリカのロックバンド、ザ・ストロークスのドラマーであるファブリツィオ・モレッティと交際を続け、結婚も間近と報じられたが2007年に破局。2007年8月には、ドリューがプロデュースした映画、そんな彼なら、捨てちゃえばで共演した、ジャスティン・ロングと交際を始めた。 二人は2008年4月にインタッチ氏が選ぶ、イチャイチャドナンバーワンカップルに選ばれるほどの、おのろけぶりを披露していたが、同年7月に破局。その後ドリューは、年下俳優ジェイス、クロフォードやエドウェストウィックと噂になり、ジャスティンも、キルスティン・ダンストや、ジニファー・グッド・ウィントの噂もあったが、結局は、翌年2009年3月にドリューとジャスティンの二人は、元の鞘に収まった。 2010年には遠距離恋愛彼女の決断で、二人は恋人同士を演じるものの再び破局。2011年2月から、シャネルの元 CEO、アリエ・コペルマンの息子であるウィル・コペルマンと交際を始め、はじめ1年間半の交際を経て、2012年6月に結婚。同年9月には第一子が誕生、2014年4月に第二子が誕生したが、 2016年、約4年にわたる結婚生活に終止符を打った。ドリューにとって3度目の離婚となった。子供は2人とも娘で、名前は、長女がオリーブ、次女がフランキーである。事前活動2008年3月に出演したオプラウィンフリーショーで、アフリカの子供たちに食べ物を提供するチャリティー、団体ワールドフードプログラムに100万ドルを寄付することを発表した。 ドリューは2005年からこのチャリティに関わっていて、2007年には、木が撲滅親善大使にも選ばれている。ケニアを2回訪問し、国際連合世界食糧計画の働きを見てきたドリューは、私はこの目でたった一杯のポリッジが子供の人生をいかに変えるかということを見たのです。この寄付で学んだり、健康でいられたり、明るい未来へと子供たちを導けるのですと語っている。 ありがとうございます。